女子学生の遺体を前に、茨姫とマッチ売りの少女は悩んだ。ほう、これ、なんだと思う？どう見ても、死体では？この幸せな夢を見ながら眠るように死ぬ感じ、覚えがあります。死体なのはわかってるの？問題は、なんでいきなりこんなところに、あなたと二人でいるのかって、話。うわぁ！寝ないで、茨姫！立ったまま眠ろうとした茨姫を、マッチ売りの少女がガクガクと揺さぶる。とりあえず、二人で周りを調べましょう。ね！寝たい。せよ。寝ないでください。一人は心細いです。いつもだったらもう一人いるのに。いばら、適当にお願い。いいの？そのいばら、便利ですよね。あ、なんだろう、これ、生徒手帳？この人、学生なんですね。学生という言葉にピンとこないまま、マッチ売りの少女は部屋を見回す。他も、よくわからないものばかり。茨姫は、わかります？同意を求めて振り返った先では、茨姫がベッドに横たわっていた。あ、こら、茨姫、ベッドがあるからって寝ちゃダメ。調べたって意味がないわ。だったら、寝ましょう。ほう。すやすやと眠る茨姫に釣られるように、マッチ売りの少女もあくびをした。はぁ、私も眠っておこうかな。あたしもベッドにお邪魔しまーす。うわぁ、ふかふかだ。気持ちいい。こんなベッド、初めて。ああ、ベッドのランクとしては下の方よ。世の中にはもっと寝心地がいいベッドが溢れてるわ。あ、茨姫、まだ起きてたんですね。だったら、ちょっとお話ししてもいいですか？仕方ないわね。眠るまで、ほんの少しおしゃべりに付き合ってあげる。ここ、ライブラリとは全然違いますよね。今まで見たことがない、全く知らない世界です。そうね。この世界は
私も知らない。あなたはライブラリに戻りたい？はい、ライブラリに戻りたいです。というか元の世界に戻りたい。でもちょっと待って、どちらも結構悲惨な世界だったな。ライブラリでも元の世界でもこんなベッドで寝たことないし、それならこの世界の方が…って、あれ？イバラ姫、もう寝ちゃった？女子学生の遺体が横たわる部屋で、イバラ姫とマッチ売りの少女はベッドですやすやと眠っている。起きて、朝ごはんできてるよ。響く声と階段を上る音でマッチ売りは飛び起きた。外はもう朝日で満ちている。イバラ姫、起きて、誰か来る。しかし、イバラ姫は目覚めない。焦ったマッチ売りは、ドアが開くと同時に、イバラ姫を抱えて、窓から外に逃げ出した。静かになった部屋で、女子学生のスカートが、こっそりと動いた。膨らんだ底から這い出したのは、紛れもなく、人の手だった。イバラ姫、起きてってば。この状況でも起きないなんて。寿司金入りのお寝坊さんですね。褒められた？褒めてない。部屋の外は閑静な高級住宅街だった。住民と思われる上品な女性陣が一角に集まっておしゃべりをしている。内容は醜いマウントの取り合いだ。それは次第にエスカレートし、ついにはつかみ合いの喧嘩に発展する。毛をされたイバラ姫とマッチ売りはその場を離れることにした。うわぁ、静かな場所に行きたいわ。でも、どこへ行けばいいのか。マッチ売りは、なんとなくポケットにしまっていた生徒手帳を開いた。ここ、行ってみます？歩き出す二人の背後では、いつの間にか女性陣がボートと化していた。